本日は高槻市立芥川公民館で医師の養蔵きみこが指導し申し上げて、への講習会をしています。ちょっと一部の人はちょっと写真を写さんようにしています。皆さんこういうふうに高槻市の公民館の稲穂会というのは、高槻市の公民館13館がそれぞれ稲穂会という、まあ、60歳以上の会を作って、それぞれが独自に行動しています。皆さん今始まったばかりです。色を塗ってはります。皆さん頑張ってはります。こういうことで皆さん頑張ってはります。